はい、ちょっとこの下物持ってみて。それで、とチムシが話しましたね。次、2番目。まあ、モルモット専用のペレット。モルモット専用のペレットで、うん、どこを使ってんだろう。量質素材と。量質素材。で、素繊維も見てください。成分表示です。素繊維がなるべく、なるべくじゃないね、20% 以上のやつを使ってください。で、モルモットフードはビタミン C が入ってますよね。うん、開封するとね、1ヶ月でもうほとんどなくなっちゃう。これ、その中に、そのようなモルモットフードはこう分かれてますね。あ、分かれてます。一つでドバッと入る。本当は分かれてるやつの方がいいんだけど、最近はそうやって分かれてるのも結構出てるんだけど、だから回復したらもう日に使いといてさ、うん、1ヶ月だったらもう、はい、でも2人いればまあ大丈夫ね。1ヶ月、うん、1ヶ月っていうのは目安ですね。それからあとは、量ね、うん、これはね、しっかり測って、うん、体重の 2% で止めてほしい。はい、この子だったら、24g で止めてほしい。はい、そうすると、そう、それ以上やらない。そうすると、こっちはたくさん食べる。じゃあ3番。3番は、野菜とか果物ね、うん。で、ここでやってなければいいんだけど、野菜果物をね、最近ドライのやつが売ってます。衝動のせいで。あれはやらない。ああ、食べないです。あ、違う。本物の野菜とか果物をやるんです。で、これを体重の、なしでもいいんだけど、やれ0から1%。はい、ってことは、0から、まあ、12g ぐらい。1日に。野菜、葉物とかね。果物は、まあ、あんまり糖度の高いのをやめといてね。リンゴとか、そういうのをやるといいです。で、うん、ドライのものはダメだと。ドライの野菜、果物は絶対やらないでください。食べなかったらよかった。なんでダメかっていうとね、炭水化物じゃない、炭水化物が多いんですよ。繊維がもうすごい少なくて炭水化物が多いんですよ。全然この子たちの腸内環境にはよろしくないんで、やらんほうがいいです。これはね。で、こういうのを踏まえた上で、一回組み込んじゃって、今日は。じゃあ、この子は現状どんな感じで食べてるのかっていうのを、少し観察していってください。チモシーね、とペレットね、その他の野菜、果物ね、と、まあ、朝晩でチェックするか、1日でチェックするか。チモシーはですね、きれいに食べないからさ、一回部屋掃除して、何グラム、まあ、もし2回掃除できるんだったら、一回きれいにして、何グラム、12グラム。なくなっちゃったら足してあげた方が、12グラム以上食べてほしいからね。はい、だから、毎晩から朝までで 12g のうちどんだけ食べたか。で、ペレットはもう 12g で止めておいて。で、これはまあ、あるかないか。それを朝晩チェックすると。そうすると、1日でチモシーが何 g 食べてる、ペレットが何 g 食べてる。だから、まあ、野菜と果物は、もしやってれば、0から 12g から何 g 食べてるかを見てください。それから元気、ここに書いちゃったけど、元気は100として100なきゃダメです。モルモットはね、モルモットがしょんぼりしたら相当具合が悪い。ああ、隠しますからね、食道具って隠しますからね。じゃあうんちがまあ24時間に何個出てるか、だからまあ前の晩から朝まで、朝から夜まで、それで24時間に何個出てるかを見てください。100は超えてほしい。100から200、100は中心で100は超えてほしい。じゃあおしっこも、まあ、これは出てるかどうかね、ちゃんと。で、あとは体重をで、どっちにしろこれ、チモシーとかさ、ペレット何グラムかって測ろうと思ったら、ありがないとダメだから、だから、1キロぐらいの台所で使うこういう測りね、これ台所で使われてるから、ホームセンターで売ってますから、これを1個購入して、この子の体重を測るとすごいと思う。で、もう1人いるんでしょ、ペリンゴルムと。だから、その子も、まあ、もし測れたらね。現状まずは 今まで通りの量をやってください。それが何グラムなのか一回見てください。でその上で私が言ってたのと違ってたら変えていく。だんだんに一気じゃなくて1週間だけで変えていくような感じにしてもらえるといいですよね。急に変えるとちょっと、ね、あれって思っちゃう。だからそう感じ思われないように徐々に変えてください。それからあとかこれはたまにでいいんだけど、この子たちの環境、温度湿度を、まあ、涼しくしてもらってると思うんですけど、
温度差が知りたいよね。朝一番温度湿度、うん、で次の温度湿度、夜の温度湿度、もうちょっと気度とするんですよ。これは毎日なってもいいですよ。枯れてる人あんねんって言われてたんですよね。1週間ぐらい。そんで、あとはあの腫瘍の大きさね、腫瘍の大きさに関しては腫瘍というか、まあ、あのしこりね、もし測れるんだったらそんな毎日はらんでもいいです。1週間に1回ぐらいは測ってもいいです。こんなんが100円ショップで行きますから、これぐらいと便利かもしれませんね。そういう観察をしていくといいですね、はい、これちょっとしてください、はい、次で、今日は多分観察してそれからになると思うから、うん、そんであとは治療のための試験、これをちょっとやってほしいんですよ、うん、投薬したりする可能性があるんでね、うん、で、試験の基本、うん、ペレットとかチムシを手から食べます。はい、味ですね。これは一口でいいから、試食をね、ご褒美みたいな感じでね、手から食べさせてもらって、手から食べたら、とにかく褒める、うんうんうん、それは言葉で褒める、うんうん、それからあと一緒に触れる、うんうん、これを絶対やってください。うんうん、でも多分やってますよね。そしたらこれができたら、3つやってほしいのに2つだけ言います。名前が聞いてるじゃないですか。名前を呼んだらアイコン、目と目を合わせる。無視したらもう目と目を合わせる。目が合った瞬間に一口食べさせて褒めてあげる。これはやったことない方がやってください。一日何回もやった方がいいですよ。次、おいで。見せといていいから、おいでって来てくれたら食べさせてくれって褒めてあげる。ご褒美をあげて褒めてあげる。困りを早急にやってください。そうすると、使用するときに、おいでつけて、ほいでこねて、そんでここで使用します。なるほど。使用ますね、うん。で、終わったら、ここであげたほうがいい。じゃあ、例えば、ブラッシングもそうですね。ブラッシング嫌がらない子はね、ブラッシングするときに、おいでつけて、ご褒美あげて、ブラッシングしてあげる。うん、毛は抜けるから、毎日ブラッシングした方がいいし、毛を取るだけじゃなくて、ブラッシングしてあげると、皮膚が刺激されるでしょ。うん、そうすると、血液、血の巡りが良くなる。うん、そうすると、体調にもいいし、これが薬を投薬するにしても薬の効きも良くなるかなと思いますので、ブラッシングもやってみてください。あ、では、そっちの簡単です。